もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。土曜日の朝の顔として皆さんに愛されており、朝だ生です、旅サラダの MC を長年務めている俳優でありタレントの神田正輝さん。そんな神田正輝さんはここ数年激痩せした姿が話題となり、昨年には突如休養し重病説まで流れましたが、その後復帰し皆さんを安心させていました。しかし先日に今年の9月をもって旅サラダを卒業することを発表しました。そして神田正輝さんは旅サラダ以外に新規の仕事の依頼がないようで、引退確実と言われています。またそれに合わせたかのように激痩せ重病説について口を開き注目を集めています。今回はそんな何かと騒がしい神田正輝さんについてお調べしまとめましたので、最後までご視聴お願いいたします。俳優の神田正輝さんが MC を務める朝だ生です旅サラダの9月放送で番組を卒業することになり、衝撃が走りました。旅サラダの1997年4月放送から MC を務め、ミスター旅サラダとまで称されていました。そんな神田正輝さんは昨年春以降旅サラダに出演すると激痩せや白髪が目立つようになり、心配する声が相次ぎ、昨年の11月18日放送から体のメンテナンスを理由に欠席し、今年1月27日放送に出演して約2ヶ月ぶりの復帰を果たしていました。元気な姿を見せ皆さんを安堵させたのもつかの間、今回突然の番組からの卒業発表となりました。神田正輝さんはこうコメントしていました。前任の草野仁さんが MC を務められた4年間を目標に頑張ってきました。気がつけば旅サラダは5年10年20年そして32年目になりました。視聴者の皆様、支えていただき誠にありがとうございます。そして番組側も27年半という長きにわたって番組を支えていただき心より感謝申し上げますと感謝を述べていました。13日に放送された卒業発表後の初の生放送は注目を集めましたが、神田正輝さんは卒業には触れず番組はスタートしました。その後、素敵なお客様、僕大好きな俳優さんですとゲストの内藤剛志さんを紹介しました。8度目の番組出演の内藤剛志さんに神田正輝さんは、もう内藤さんレギュラーと言ってもと呼びかけると、昨年の出演は京都ロケだったことも回想し、京都大好きだもんねと紹介しました。内藤剛志さんはいろいろ捜査もしたりして捜査活動もありますからと刑事役を務める同局系ドラマ科捜研の女を匂わせて笑いました。そして8回目の出演となった内藤剛志さんへ、9回目はいつにしましょうかと神田正輝さんが尋ねると、内藤剛志さんはすぐにでも出たいですと返しました。これに神田正輝さんは、この次は僕いなくなりますからと卒業を伝える一幕もありました。これに会うために、じゃあ再来週ぐらいと内藤剛志さんが伝えると、神田正輝さんは変わった番組になって困っちゃったなと漏らすと、内藤剛志さんはなんかこれシャレを言わなきゃと切り出し、神田正輝さんはそんなよしなシャレと笑わせていました。神田正輝さんらしいダジャレで卒業の悲しい雰囲気を隠していました。そんな神田正輝さんにとって旅サラダは唯一のレギュラー番組であり、思い入れは相当なのだそうで、テレビ関係者はこう語ります。毎回番組冒頭で今日のお客様ですと言ってゲストをスタジオに招き入れます。ゲストではなくお客様というのは、番組をマイホームに見立てそこに招き入れるから、番組内で神田さんはお父さんです。そんな愛してやまないマイホームから巣立つわけで、それは一大決心だったそうです。そして NHK や日本テレビ、テレビ朝日、 TBS、 テレビ東京、フジテレビの編成関係者、プロデューサーらへの取材を総合すると、神田正輝さんはバラエティ番組から新規のオファーはされていない状態なのだそうで、事実上の引退になってしまうのではないかとささやかれています。
そして本業の俳優業は、前所属事務所の石原プロモーションが2021年1月に解散して以来控えているそうで、その理由は高齢もあってセリフを覚えたり、ドラマや映画で長期間拘束されるのが難しいためなのだそうです。民放プロデューサーはこう語ります。バラエティ、ドラマ、映画でオファーがないので、10月以降は事実上の引退になります。焦点は特番での単発出演があるかです。以前の旅サラダ放送内では、神田正輝さんからこんな気になる発言が飛び出していました。この日の放送は女優の高畑敦子さんがゲスト出演し、高畑敦子さんが自身の主演映画お就活再春人生ラプソディの宣伝をすると、番組レギュラーの勝俣邦和さんがぜひ見てほしいですねとコメント。すると神田さんは微笑みながらこう言ったのです。もう就活終わっちゃってるけどね。このコメントに関しテレビ関係者はこう語ります。この頃には旅サラダの卒業も決まっていたのではないでしょうか。かねて旅サラダを最後の仕事にしたいと話していたので、この卒業も就活の一環なのかもしれません。神田正輝さんは新規のオファーがないのもありますが、事実上の引退の花道に自身で旅サラダを選んでいたのかもしれませんね。そんな神田正輝さんは勝俣邦和さんの YouTube チャンネル勝俣かチャンネルの動画に出演し、激痩せ&重病報道の真相について語り話題となりました。また激痩せしていた際、心配したある俳優から食事に誘われていたとも明かしていました。動画内で勝俣邦和さんから、ダイエットからのスタートなんですよねと問いかけられ、神田正輝さんは、そう、ファスティング、ある人から教わった、17時間食べない、7時間は好きなものを食べたり飲んだりしていいと説明しました。そもそもダイエットを始めようと思った理由について、足の爪切るのにしんどくなったのよ、お腹が出っ張っててと語り、まさかの理由に勝俣邦和さんも爆笑していました。ファスティングはコロナが流行していた時期にやっていたそうで、神田正輝さんは、全然苦しくもなかったの、もう慣れちゃえばなんてことなくて、ああいうのって3週間後くらいに効果が出てくると語りましたが、神田正輝さん自身はファスティングについてそこまで詳しくなかったため、長くて1ヶ月で終えるものを1年半経過してからやめたそうなのです。勝俣邦和さんは、栄養の吸収ができなくなったからあの激痩せ状態になったんですよねと補足すると、神田正輝さんは、それで体調を整えようということで去年から数ヶ月休んで、みんなはいろいろと言うけどさ、でも自分はあまり気にならなくて、それで入院っていうかね、体格を戻すためのトレーニングですよね、器具を入れたりもしてないんだけどね、やっぱりファスティングは正しいやり方でやらないといけないとは思ったねと反省していました。昨年休養に入った真実も自身の口から明らかにしていました。また激痩せが話題となっていた際、心配した岩城浩一さんが神田正輝さんを食事に誘ったというエピソードも明かされました。神田正輝さんはこう語りました。時々会うんだよ、行くとこ何軒か一緒だから、こうちゃんはもう大学時代から友達だから、お前さ少し痩せすぎだから太った方がいいよって、お前に言われたくねえよと冗談交じりに語ると、勝俣邦和さんも、岩城さんもいつも絞ってますからねと笑い飛ばしていました。長年の盟友である岩城浩一さんも神田正輝さんのことを心配していたそうです。そんな激痩せ重病説を否定した神田正輝さんも、事実上の引退まであと数ヶ月です。9月の卒業まで元気な姿を見せてほしいです。今回は神田正輝さんの旅サラダの卒業についてと引退説、そして激痩せ重病説についてまとめましたが、我々が想像する最悪の状態ではなく、元気であり自身で旅サラダを最後に事実上の引退を決めたことが分かりましたね。しかし旅サラダを最後の仕事にしたいとおっしゃっていましたが、本人の口から引退という具体的な言葉は出ていません。もしかしたらオファーがあれば
まだまだその元気な姿を見ることができるかもしれません。体調に問題がなければ、今後も活躍する姿を見たいですね。まずは9月までの旅サラダを、無事に完走する姿を見守っていきたいですね。残り少ない旅サラダでの神田正輝さんに注目ですね。お電話いただきありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。